才能が才能を呼び合い集まった3人によるお話です。小さい時からなんか NHK の相談とかに入ってらっしゃったんですよね。そうなんですよ。すごいファンでなんかもうすごいプロフィールあれなんですけど、NHK の何？ NHK の東京放送児童合唱団っていうのがあって、すっげー、あ、そう、はい、だからあんな歌すごいんだな。きっと基礎が基礎があってその上でっていうことなんですよ。我流じゃなかったのね。すみません、やっぱそうなんですよ。なんかね、俺これ全然記憶にはあんまなかったんですけど、大人になるとちょっとそれは気づくとこがあって、あのね、やっぱ週に、まあ小学校があった上に週に 2,3 回リハーサルとかあるんですよね。で、腹式呼吸の先生とかがこう来るわけなんですよ。で、こうはーってはーって言うと怒られるんですよね。こうでこう息吸ってってなると、それは腹式呼吸じゃないみたいなことを言われて、やっぱオペラの先生とかがこう男の先生とかわーっていう人が先生で、音楽学校出てるような、なんかこう、それ大人になってるとみんなやっぱこうミュージシャンの人って、ピアノの人とかやっぱピアノのやっぱすごい猛特訓とかして、やっぱこうあのこんな格好しててもなんかピアノ弾くとピロロロロロロみたいな、あれじゃないですか。あるそのみんなミュージシャンすごい秀才が多いな。で、いや知的ね、あのその世界のことを実は俺無関係のようなふりしてるけど、実は俺も合唱団で特訓したことあるんですよ。今だから言うけどね、腹式呼吸ちゃんと覚えておかないとダメですよね。あの声は出ないですよね。あのパーン出るでしょ、はい、すごい声が、すごいですよね。あれはね、生半可のね、あの口先だけで歌える声じゃないんですよ。やっぱ元があるんですよ。これはね、初めて言っちゃったからこうカットしてね。演出があるんですね。そりゃそうですよ。なんか自分が勉強してたとか鍛えてたってかっこ悪いじゃないですか、ロックで。もう一つはこう、こう親といるのがかっこ悪いっていう時代で、なんかこう断絶をこう意識的にやってたっていうか、意識的に、意識的っていうのはだから親の面倒見られてることがなんかかっこ悪いみたいな、うん、一人で暮らしたいみたいなとこから始まるわけですよ、うん、すると親父が「しょうが」ってんで布団包んでくれたりな。そう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 、お父さんじゃないですか。そう、16ぐらいから、16とか16からじゃ一人で、そうそうそうじゃあ気をつけていけよみたいなね、実情はまあそんなもんですよ。そうそうそう、どうもすいませんみたいな。